鹿児島市立美術館は開館70周年を迎えました。今日記念のシンポジウムが開かれ、美術館が果たしてきた役割について意見が交わされました。今年9月に開館70周年を迎えた鹿児島市立美術館、記念のシンポジウムが開かれました。県の内外から5人のパネラーが参加し、市立美術館が果たしてきた役割などについて意見を交わしました。自分の作品を搬入搬出したりだとか、また展示受付もして多くの人とこうお話ししながら、そういった機会を得られる場所だな。この美術文化であったりとか芸術文化に触れる鹿児島にとってはシンボルのような場所なんじゃないかなっていう。次のテーマはこれからの市立美術館に期待すること。私の周りの中高生であんまりしょっちゅう美術館に行きますっていう人ってあんまり見ないんですね。で、大人だけでなくて学生とか子どもにも興味を持ってもらえるような展示が増えていけば、美術館に来る回数が増えて必然的に興味のある作品以外の別の作品とかもついでに見える機会も増えるのではないかと思いました。会場では松陽高校の生徒による記念のコンサートも行われました。美術館では今後も70周年を記念したさまざまなイベントを予定しているということです。